遺骨収集事業は、日本の厚生労働省が進める戦没者、慰霊事業の一つで、海外諸国に放置されたままになっている、第二次世界大戦における戦没者の遺体を捜索し、収容して、日本へ送還する事業。1952年の平和条約発行後から、港作戦地域において開始され、旧ソ連抑留者の遺骨についても、 ソビエト連邦の崩壊後の1992年から実施された。厚生労働省によれば2009年3月現在第二次世界大戦において海外で戦死した旧日本軍軍人、軍属、民間人約240万人のうち日本に送還された遺体は約半数の約125万柱となっている。 残りの約115万柱については、解没したとされる約30万柱を含め、現在も、なお海外に残されたままである。日本国戦死者遺体収容団、日本遺族会、ジム日本青年遺骨収集団、空援隊、戦友会である、全国ソロモン会や東部ニューギニア戦友遺族会など、NPO や民間人が、日本政府、 厚生労働省と協力、または、独自に捜索収容活動を続けている。空援隊によるフィリピンでの遺骨収集活動は、平成21年度には、7748柱の遺骨を収集し、日本に帰還させた。しかし、2009年から4700万円もの、税金を投じ委託が始まった。空援隊の活動に対しては、一部の旧日本兵や、 遺族サイドから収集方法が不適切である旨の指摘があった。また、2010年10月2日の NHK 番組放送以降、新聞各紙での報道もあり、厚生労働省は2010年10月、当初予定されていた政府収集団のフィリピン派遣延期を決定し、これら一連の報道に関する事実関係の確認と検証を行った。その結果、 NHK 番組で報道された内容など、空援隊の遺骨収集活動と、遺骨盗難事件等々を結びつける事実は、確認できなかったという検証結果を発表した。空援隊の活動について登山家の野口健や、麻生政権の下舛添洋一元厚生労働大臣、小池由里子元防衛大臣等の自民党、国会議員が中心となり、支持を表明していた。 フィリピンでは、祖先が守護してくれる信仰があり、墓を暴かれ、遺骨を盗掘された人が、ショックで自殺する等の事件が起きている。被害を受けた人たちが、マニラの日本大使館へ、抗議や調査するよう求めている。委託事業で集められた遺骨に、日本人戦没者でないと見られる遺骨が多数、確認されたことが、日本、フィリピン政府の関係筋の話で明らかになった。 両国政府に調査を求めていた被害者への賠償問題が出る可能性が高いという。厚生労働省の調査によると、2009年度から NPO 法人が現地の住民に対価を払い集めさせたい骨の中に、女性や子供、死後20年程度のものなど、明らかに日本人戦没者のものではない骨が相当数、含まれていたことが判明。 厚労省の発見現場や発見者の供述などを直接確認しないなど、ずさんな対応であったことも明らかになった。NPO 法人への委託が始まった2009年度から、それまで多くても1200柱余りだった、収集遺骨数が7740柱に急増し、収集方法を疑問視する声が上がっていた。2011年10月5日、厚労省は、 遺骨収集事業の民間団体へ委託の見直しを発表。民間団体への委託を情報調査に限定、フィリピン人へ対価を支払わないこと、遺骨を日本へ送還する前に研修を受けた厚労省職員を派遣することなどを決めた。同時に、すでに日本に送還され、千鳥が淵戦没者墓苑に収められていた遺骨約4000柱を 日本兵以外の骨が混入している可能性があるとして母園から同省内に移動させた2016年3月には戦没者遺骨収集を国の責務とし一層の推進を図ることを目的とした戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が成立した1956年10人の遺骨収集団が ミャンマーを訪問して1321柱を収集。しかし、その後は、社会主義政策を強めた政府の意向で、遺骨収集の入国は拒否された。1974年11月、田中角栄首相とネウィン大統領の会談を経て1975年から、遺骨収集が再開、初年度だけで1枚717柱を収集したが、 1976年には遺骨収集団がカチン独立軍の銃撃を受けて負傷者が出るなど自由に活動できる環境ではなかった。アメリカの EN、ディフェンスパウ、MIA アカウンティングエージェンシーでは戦争での行方不明者約8万2千人すべてを特定死族に返すのが目的で DNA をはじめ様々な方法で特定している。日本では 2003年度から厚生労働省が名前入りの遺留品が近くにあった遺骨に限り遺骨と遺族の DNA を称号して血縁関係を調べる鑑定を始めた2017年からは遺留品なしの遺骨に対しても沖縄県、伊王島、田良和干渉に限定して実施しお柱の身元が特定されたことから2021年年度からは地域の限定をせずに 遺族からの要望に応じて、称号を開始することが発表された。フィリピン人の遺骨が大量混入。国が民間に丸投げする、戦没者遺骨収集事業の実態。ダイヤモンドオンライン。2011年5月5日閲覧。金太郎寿司にて、麻生太郎前総理と、遺骨会談、フィリピンでの遺骨収集。戦没者以外も、多数厚労省事業。 朝日新聞。オリジナルの2013年4月24日、時点におけるアーカイブ。h t t p a r c h i v e i s i b y a x ハットフィリピン遺骨収集。民間への委託制限日本兵以外が、混入も。日本経済新聞。 http://www. コロンススララッッシシュュ日系 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASDG0503AV01C11A0CC1000 フィリピンの遺骨収集4000柱に急日本兵以外混入か戦没者墓縁から移動日本経済新聞 http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x n a s d g 0 5 0 0 v v 0 h c 1 1 a 0 c r 0 0 0 2 0 1 3年1月31日、閲覧。遺骨収集団を、ゲリラ銃撃打人ら10人が負傷。朝日新聞1976年4月10日、長官、13番。 23面、DNA だけではない。遺骨が語るサインを読み解く北朝鮮から55柱の、米兵変換。FNN プライムオンライン。https コロンスラッシュスラッシュ www.fnn.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ5825。戦没者遺骨の DNA 鑑定。全地域で実施へ。太平洋戦争。朝日新聞。 2021年2月8日閲覧。ありがとうございます。